今から紙芝居を始めます。イエーイ。ぼっくりん物語というお話です。桃太郎とかじゃない。桃太郎とかじゃない。ぼっくりんのお話やん。なんだその顔。桃太郎とかがよかったな。なんでよ。だってぼっくりん自分のことやから知っとるで。いや自分のことほど意外と分かってなかったりする。そうなん。そうや。じゃあ言うわ。そうやな。自分の知ってるぼっくりんと、あ、知るかどうか、うん、答え合わせ。はーい。はーい。では始めます。ぼっくりん物語。松や松。そうそうそう。高砂神社という神社に相生いの松というおかずとめかずが寄り添って生えている海藻立派な松がありました。立派やな。その松には上と乳母というおじいさんとおばあさんの妖精が住んでいました。あ、上と乳母や。近い。嬉しなったわかるよ。近い。上と乳母の役目は相生の松を守るということ。相生の松に会いに来る人の願いや悩みを聞いてあげることでした。椅子がない。椅子がない。うん、いいけどよ。ふと上と乳母は考えました。もっとたくさんの人の願いや悩みを聞いてあげることができないだろうか。次行くで。ごめんな、椅子がなかったってもんね。じゃあね、じゃあね。すごいね。次行くで。はーい。はい。けれど、この辺かな。出てきてへん。けれど、上と乳母が相生の松から離れてしまうと、相生の松をお世話する人がいなくなってしまうので、あかんや。相生の松はみるみるうちに枯れてしまうでしょう。相生の松が枯れてしまうと、相生の松の妖精である上と乳母も消えてしまうのです。困るそれは。困るな。うん。どうするの。そうなると願いや悩みを聞いてほしい人は困ってしまいます。困る困る。何かいい方法はないものか。上と乳母は考えました。ある朝、いつものように相生の松をお世話していると、そこには大きな松ぼっくりがなっているではありませんか。大きい。これは立派な松ぼっくりだ。上と乳母はびっくりしました。その日から上と乳母はその松ぼっくりのお世話もするようになりました。おー、やったやった。上と乳母、いつかこの松ぼっくりがもっともっと大きくなって、人の願いや悩みを聞いて回れる子になればいいのにな。上と乳母はそんなことを願いながら、その松ぼっくりを大事に育てました。ある晩のこと、大きくなった松ぼっくりが何やら光っているではありませんか。上と乳母はびっくりしました。するとその光はパッと大きくはじけて、お、上と乳母の目の前にはあの松ぼっくりが立派な姿となって立っているではありませんか。ぼっくりやな。そうです。みんなもよく知っているまんまるお目目とふわふわボディの松ぼっくりの妖精、ぼっくりんです。見て、同じポーズ。同じポーズ。ほんまやな。それからは人々が相生の松まで行かなくても、ぼっくりんが上と乳母の代わりにいろんなところへ行って、人の願いや悩みを聞いてあげるようになりましたとか。おしまい。それだけ。
めでたし、めでたし、めでたし。ええ話やな。ええ話やで。ぼくりめっちゃ可愛いな。自分で言うた。ほら。自画自賛。かわいい。かわいい。なんか途中こけたけど。椅子はな、うん、逃げるね。椅子が逃げ。逃げられた。おお、びっくりした。びっくりした。びっくりだよ、こっちも。でさ、誰が引いとった？誰も引いてない、引いてない。誰も引いてない、そんな怖いことはない。ない、うん、僕にだって、椅子を壁まで追い込んだで。大丈夫、大丈夫大丈夫。あの椅子、おばあちゃんとかじゃないやん。大丈夫、それは大丈夫。それは大丈夫だけど、怪我ない？うん、文字ついたぐらい。大丈夫。なんかでもさっき取れてない。取れないよ。こけた瞬間になんかパーンって言うけど、そう、ほんまほんま壊れた？壊れてはない。あと直そかほんのな、うん、もうなんか紙芝居にとってなぜさっきが取れるかな。取れるよ。取れるか。じゃないか。こけたもん。